こんにちは、コウジです。この構え、何かわかりますか？そう、バントです。時速何キロの剛速球を投げれば、バントでホームランできるのか、気になりました。まずは球場を作ります。東京ドームと同じ大きさの球場を再現。広さはこんな感じです。バットは木製、ボールは硬式球を使います。反発係数はこんな感じ。それでは、よろしくお願いします。まずは小学生の球速。跳ね返る角度が45度くらいになるように調整しました。バッターは固定しているので、木の手すりにボールを投げるようなイメージです。次は時速160キロ、大谷翔平。時速300キロ、新幹線の速さ。フェンスまで届いた。少し上げて時速350キロ。角度が悪かったかな？もう一度時速350キロで挑戦。ホームラン。結果、時速350キロの球を投げれば、バントでホームランになる。ついでに、スナイパーライフルの速さでもやってみる。